こんにちは、さいたま市生体院の森富です。で今日もうつ病に関するツボの紹介をしたいと思います。でこのツボは風刺といって足にあります。気をつけのポーズをしたときに中指が当たる場所にあります。ここを強く押すというよりは強く押さえるという感じにして押してみてください。きっと痛いはずです。特にうつ病の方は痛いと思いますので、ぜひ毎日押してみてください。一般的にはここは足汗とか高血圧の人によく効くツボになりますが、うつ病の人にも効果ありますので、ぜひ皆さん押してみてください。